試合結果をお知らせします。柔道第4試合場女子50人級徳島県警察内藤選手対静岡県警察小林選手の試合は徳島県警察内藤選手の勝ちとなりました。試合結果をお知らせします。剣道第3試合場男子の部、福岡県警察松島選手対和歌山県警察小倉選手の試合は福岡県警察松島選手の勝ちとなりました。試合結果をお知らせします。柔道第1試合場女子52キロ級広島県警察門前選手対神奈川県